60歳以上の都民が趣味のカラオケを通して交流を深める催しが墨田区で開かれました。この催しは60歳以上の都民を対象に将棋やダンスなど5種類の趣味を通して地域交流を促し、生きがいや健康につなげてもらおうと東京都が開いたものです。今日はカラオケが趣味の120人が集まり、それぞれ思い思いの衣装で練習してきた歌を熱唱していました。またサプライズゲストとして小池知事が登場し、美空ひばりさんの名曲川の流れのようにを披露しました。知事の歌声に乗せるように会場に来た人は手拍子を打ったり、一緒に歌を口ずさむなど盛り上がりを見せました。